はい、皆さんこんにちは。私は横浜に住んでおります。私ね、もういても立ってもいられないんです。家の中にいても落ち着きません。もうとにかく、何とかしなければという思いで、本当にね、いても立ってもいられない。それで私はね、やっぱりね、運動というのは見える形でしないとダメなんじゃないかと思います。で、鑑定の前に来れる時もあるし、来れない時もあります。来れない時はひたすらファックスをかけ入れてます。公明党であれ、自民党であれ、閣議決定をするメンバーであれ、一生懸命ファックスを、しております。もうお尻が痛くなるほど座ってファックスをしております。私はの父は、1944年の敗戦の直前に、アメリカの魚雷に、攻撃されて火だるまになって戦死をいたしました。海外に派兵をすることで戦死者の出ない派兵というのはないのですけど、安倍首相はそのことには全く触れようとはしません。で、憲法9条の2項には公選権、これを認めないとはっきり書いてあるわけです。安全、集団安全保障であれ、集団的、自衛権であれ、グレーゾーンという、なんだかわけのわからないものであれ、全部海外で自衛隊を出して戦争をしたいという、そういうことの一点だと思いますが、戦死者の出ない派兵は私はないと思います。で、私街頭に立って、いろいろな方に、集団的自衛権のことを話をいたしましたが、その中で大変印象的な、若者がおりました。先ほど若者が何を言っても大丈夫ですとしか言わないとおっしゃってましたけども、私が大変印象になって、残った高校生ぐらいの男の子が2人おりました。集団的自衛権って知ってるって言ったら、知らないと言いました。集団的自衛権とはこういうものなのよって簡単に説明をしました。そうしましたら、その男の子2人が何て言ったと思いますか。そういう海外に出て戦争をするような集団的自衛権を取り決めた安倍が真っ先に戦争に行けばいいんだ、自分たちは海外に出て人を殺したくはない、はっきり言いました。はい、子供がいないから気持ちがわからないというお声がありましたけれども、やっぱりそういうふうにですね、若者だって訴えればちゃんと分かってくれます。ぜひ皆さんと一緒に頑張りたいと思います。ありがとうございます。